若狭さん、赤瀬さん、はい、この春おすすめのお洋服ってありますか？もちろんあります。ありがとうございます。でついでになんですけど、はい、普段と見慣れない場所で撮影してるんですけど、ここはどこですか？ここはですね、実は私たちゴシックの2号店目になります。高円寺の、はい、ありがとうございます。店内の雰囲気も違ってラインナップもちょっと違って、そうですね、うん、面白いですよね。はい、じゃあそんな感じでこの2号店の赤瀬さんおすすめアイテム教えてください。かしこまりました。はい。春ということなんですけど、はいはい、めちゃめちゃ個人的に着たいジャケットがあって、うんうん、おー、はい、こちら。あー、それ、はい、いいですよね。これいいんですよ、うん。まあ、色味も一応ユーロのワークジャケットなんですけど、はい、なんかこういうネイビーの色とまた違った、うんうん、いい色味で、こういう、はいはい、内側のステッチが赤色、あー、本当だ、になってるので、はい、なんかシンプルにもなりすぎないし、うんうん、まあ、袖のここも赤色になったりするんで、これが個人的に好きなんですけど、まあちょっと春のカラーっぽくはないんですけど、はいはいはい、まあ、でもユーロワークとか着られる方でもなんかいいアクセントになるのかな。まあなんならこんな感じで着て中、あー、ちょっと柄物のシャツとか入れてもいいかなと思いますし、うんうんうん、でここもちょっと見えるぐらい、そうですね、ガバッと開けて着てもらっても、なんならその袖やっぱまくってるの可愛いですね。可愛いですよね、うん、色がちゃんと見えるん で, でちょっと見づらいかもしれないんですけど、はいはい、全体の使用感とかも、うんうん、ちょっとこう当たり出てますね。当たりというか、シワがちゃんとあるので、はい、ちゃんとワークウェアらしい良さもありますね、うんうんうん。お次は、次はですね、はい、シャツ系をちょっと紹介しようかな。はい、はいはいはい、じゃあちょっとシャツ多い、いいの多いんですけど、個人的にこのシャツがすごい好きで、ほうほうほう、普通の白ベースのストライプなんですけど、うんうん、ちゃんとこう色味が可愛くて、はいはい、ちょっと柄も入ってるんですね。なんか普通のストライプと見るとちょっと違いますね。そうですよね、うん、ちょっと印象は変わるかなと思います、うんうんうん、でちゃんとタグも残るベッド、そうですね、なのでちゃんと綺麗にも着てもらえると、うんうん、上品になっちゃうんです、うんうんうん、でもなんかそこまで決まりすぎないかな、はいはいはい、なんかちょっと抜けた感のある色味なので、うん、なんかしかもなんなら今日みたいなキャップ合わせとかで合わせてあげればなんか今っぽくというか、そうですね、はい、ちょっとカジュアルになりますね。そうですね、かわいいかわいい、かわいい、確かに、あ、なんかこう僕これ物単体で見た時より、はい、こう着た時の方がこれめちゃくちゃいいなと思いますね。そうですね、はい、なんかやっぱり着てみて服の良さ、うん、伝わるかなと思います。これはしかもこれ地味にボタンダウンなんですね。そうなんですここにちゃんとボタンがついてるんで、でまあ普通にこういう風にシャツインしても、はいはいはい、確かにそうですね、うん、まあ、ちょっと上品に先より着れるかな、うんうんうん、そうですね、うん、へえ、これいいですね、うん、なんかこれ古着だからこその良さというか、うんうんうん、普通にはないようなこの柄とか、そうですね、うん、まあ春に一着、そうですね、これは僕も欲しいです、うん、またいいですね。しかも結構薄手だったんで、そうですね、結構あったかくなっても袖まくっちゃえば着れちゃいそうですよね。そうですね、夏前ぐらいまでなんなら着れるのかな、うんうんうん、かなと思います。いいですね、最後は、はい、はいはいはい、スラックスをちょっとご紹介したいです。はい、よいしょ、いいな、あ、それなんか面白い柄、このスラックス良くないですかいい柄っすねこれ。そうなんですよ、うん、ストライプの柄も入ってるんですけど、す、ね、縦線と斜めにも柄入ってて、うんうんうん、しかも2タック、言うことなしです、ね、言うことなしですちょっと履いてみますか、ね、はい、ぜひお願いします。履いてみました。いいっすねこれ、シルエットもなんか、そうですね、うん、絶妙な太さ、そうですね、テーパードもそんなに強くかかってないですもんね。そうですね、ほぼストレートに近いぐらいなのかな、うんうんうん、そしてなんといってもこの柄ですよね、柄めちゃくちゃいいっすね、なんか雰囲気ありますよね、うん、いいな、まあ、この綺麗なスタックも入ってるんで、はい、うんうん、腰回りも綺麗ですね。そうですね、すっきりしますね。いや、これこれ欲しいな、うん、なんか
今みたいな革靴とかの切れ目合わせでももちろんいいですし、なんか意外とスニーカーとかで合わせちゃっても全然いけちゃいそうな、ちょっと可愛く履いてもそうですね、いいかなと思います。うん、で生地も結構薄いので、はいはいはい、全然まだまだ履けるような生地感かなと思います。ああいいですね、それもうまさに春服って感じですね。そうですね。じゃあ次は、はい、大本さんお願いしてもいいですか。はい、うん、春、僕の趣味というか、はい、個人的な好きも詰め込んだものをちょっとチョイスしたいなと思ってるんですけど、はい、まず一つがすぐそこにあるんですけど、はい、こいつですね。あ、いいですね春らしい、まあ、そうですねなんか、まあ、今割と落ち着いたトーン今日着ちゃってるんですけど、春なんでなんか色物入れたいなっていう感じがあるのと、まあ、そんな感じで、あと最近僕は個人的になんかこうちょっとテックっぽい感じとかスポーティーな感じとかがちょっと気になってるんで、この辺いいかなと思って、でしかもこれ多分ちょっと定かではないんですけど、縫い目の部分なんかここに貼り付けられてる感あるんですよ。あ、本当だ。なんで多分これあの止水テープって言われるようなあの水が入ってこないテープを裏から貼ってるんじゃないかなっていう気がするんで、もしかしたらこれはちょっとこう防水とかにもなってるようなやつなんじゃないかなって気がしてます。はい、はい、いいっすね。でしょ、マジックテープなんでちょっとしょ、まあ、こんな感じでちょっと下の方を開けてあげてきたりとか、まあ、それ締めても締めなくてもって感じですね。あ、なんか大本さんっぽいですね。僕っぽいですよね、はい、最近ちょっとインスタの更新若干サボってるんで、あのあれなんですけど、はい、最近こういう雰囲気も好きで、うん、これなんかいいですよね。かわいいですね、うん、で多分もともと本当はライナーがつけてたんじゃないかなとは思うんですけど、ライナーがないおかげで逆にこの暖かい季節でも着やすいので、でしかも今日もそうなんですけど、めちゃくちゃ雨降ってるじゃないですか。そうですね、雨多いですね最近。春のやっぱこの不安定な天気の時にはこういうちょっと、まあ、雑に使える、いい意味で雑に使えるジャケットをすごく重宝するなと思うんで、うん、これおすすめです。次はどうしようかな、まあ、この辺の2号店のこの辺のカジュアルに羽織れる系いいっすよね、ラインナップ。そうですね、結構好きなんですよね。他じゃ見ないですよね、うんうん、ここら辺ですね、うん、よいしょ、迷うな。いいの多いですよね、ここ本当に。うわ、今これ4つぐらい巻いてます。あはいはいはい、はい、なんならここから2つ出してもいいぐらい。はいはい、僕あんまピンク着ないんですけど、ちょっとこれおもろいんで、春らしい。そうですね、これさらに着れるかもね。いや、多分大丈夫だと思います。あ、着れる着れる。うわ、新鮮本当だ、ちょっと新鮮、うん、ちょっとあんま僕っぽくはないんですけど、はいはいはい、なんかアメリカものの多分これモヤの持ち主が自分で染めてるやつなのかなっていう。あ、本当ですね、うん、なんかピンクにだいぶムラありますね。そうですね、なので多分前の持ち主が白いやつを自分で染めたのかなみたいなジャケットなんですけど、うん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 、なんかこの V ゾーンがこう広めなのが僕結構好きで、へ、うん、えー、うん、これなんかいいですなんか明確に言語化できるってわけじゃないんですけど、はいはいはい、なんかいいなっていう。いや、いいですよね、古着らしいジャケットですね、はいはいはい、これも、はい。じゃ最後ちょっと3着目もここから。あ、いいですね、はい、多分僕っぽく行くんだったら正直これなんですよ。はいはい、あ、これいいですよね、めちゃくちゃいいんですよ、はい、で多分なんか春っぽさとかを意識するとこっちかなと思いつつ、でもやっぱごめんなさい、僕っぽくやっぱこの趣旨は好きなものってか、いや、そうですね、おすすめしたいものなんでやっぱり、はいはいはい、ちょっと僕のおすすめでこちら。いや、よいしょ、それを見たいですね、やっぱり大本さんの好きをです、ね、これは僕らの好きを詰め込む動画なので、はい、エゴですねっていう、これは何なんですかね、まあ多分ドイツ系のワーク系のジャケットかなと思うんですけど、うん、なんかこうパッチが張ってるような感じがあったりとか。あ、本当だ、はい、でこっちもポケットが、あ、いい位置にポケットが、はい、そうなんですよ、ツイステとかで一応袖は3段階
これで調整できるっていう感じになってるんですけど、うんうんうん、ジップもよいしょこうついてて、普通にまあ今みたいにこう襟のあるジャケットみたいな感じで着ててもいいですし、なんかこうよいしょ襟立ててあげて、なんかこうちょっとシンプルなルックスにしてあげてもかっこいいかなと思います。色味も暗すぎず薄すぎず明るすぎずで使いやすいなっていうジャケットですね。これは僕も大好きですねこれいいですよね、はい、ユーロのワークって結構ヴィンテージからいろいろとピンキリであると思うんですけど、うんうんうん、これはまあいわゆるグッドレギュラーってやるような年代そんなに古くないんですけど、まあ、古くないがゆえのこうデザインの面白さが詰まってる、うんうんうん、やっぱ面白い服だなと思いますっていう感じで、僕の3着があっという間に落ちちゃいました早いですね、はい、っていう感じですという感じで、はい、僕らの好きを押し込んだ楽しいですねですね、ラフな動画だったんですけど、はい、まあざっくり2号店のこんな感じだよみたいな のそういう魅力も伝われば嬉しいかなと思います。そうですね、はい、具体的に、まあ、2号店どんな感じであるかっていうと、はい、まあ、ちょっと動画内で軽くは触れてるんですけど、うん、なんか結構1号店まあもともとあった、はい、あの店舗なんですけど、そっちだと結構まあベーシックで使いやすいアイテムだったりとか、うんうんうん、もうしっかりヴィンテージだったりとか、うんうんうん、そんな感じのアイテムも結構多いので、なんか例えば1号店でベーシックなパンツ、うんうんうん、で例えばなんかこう2号店の方でなんかこうデザイン効いたとか色がちょっと可愛い色だったりとか、うんうん、っていうアイテム入れてもらったりとかっていう感じで、なんかこう1号店2号店2つでやっとスタイルとして完成するみたいなイメージで2号店の方は商品を置いてあったりもするので、なんかそんな感じで来ていただく方には楽しんでいただけたら、はい、そうですね、嬉しいかなと思います。楽しめると思いますですね、はい、うちが好きならそうですね、はい、確かに、はい、うん、そんな感じです。で場所としてはどこにありますか。場所はですね、はい、1号店ご存知の方なら分かりやすいんですけど、本当に1号店の斜め向かいの、はい、青色の建物があるんですけど、はいはい、それの1階にございます、はい、そうですね、はい、もう最悪あの分かんなかったら1号店目指してもらえれば、ね、多分分かります、はい、そうですね、はい、で一応こんな感じのブルーのブルーっていうのも分かるのかな、あブルーだブルーの、はい、看板があって、僕らのこの顔のロゴもあって分かりやすいかなと思うんで、まあ、そんな感じで来ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、こんな感じで今日は割と緩い動画だったんですけど楽しかったですね、はい、こんな感じの動画いいなと思いますね、はいはい、っていう感じで、まあ、今後とも1号店2号店ともよろしくお願いしますっていう感じでした。はい、ということで今回の動画面白いなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ただ僕らのインスタグラム概要欄にあるかなと思うので、そちらもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回紹介した商品オンラインサイトに多分上がってると思うので、そうですね、はい、はい、なので気になった方はぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。してみてね、はい、はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、ありがとうございました。